肘も出てないからね、そう、しっかりです。すると、そう、ね、そうね、もうちょっとじゃあ今度は E フラット7やってみよう。3、はい、そう、そうそう、こんな風にね、ダイレコード使ってみてもかっこいいよね。ちょっと E フラット7使うとちょっとブルーズな感じ。もう一回やってみようか。 E フラット7、はい、3、はい、ダダチャチャチャ、そうそうそう、普通のレギュラーの Am7 フラット5使うともうすごく普通だね。3、はい、そうそう、そうそう、この辺はね、自分の好みに応じてね、最初みんなで、合わせる前にね、ちょっとこう口裏合わせとかコード合わせしてね、やったらいいよね。じゃあ今日は、ここね、枯葉でちょっと最後の最後から 1,2,3,4,5,6 小節目の話ですね。ここのとこ Gm7C7、Fm7、Bb7 でね、ちょっとここのとこはね、細かくキーが変わりますね。じゃあ Gm7C7 ね、ソーで、ソーで、Fm7、Bb7 ね、ここのところは、ちょっと一時的にキーが転調してますね。ここは F のキーになりますね。だから F のスケール、ね、ヘチョウチョ、ソーで、C7 で同じく、そう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 。で次、Fm7 でキーが E フラットに転調してるんですね。で、Bb7。そうそうそう。で、それをちょっとしばらく、ね、ちょっとこの間練習したいみたいな時にやってみましょう。3、はい。そうそうそう。で、あ、違った。そうそう。そうそうそう。そうそうそう。やってみよう。はい。Gm7、C7、そう。Fm7、Bb7、そうそう。そして、Am7 フラット5に来て、そうそう、で D7 に、そう、そう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 、よし、じゃあ今日はもう一つ、面白い、ね、スケールやってみよう。この間ずっと今勉強してるところのオルタードスケールね、この間勉強したよね、D のオルタードスケールだったっけね、そうそうですね、じゃあこうですね、じゃあ弾いてごらん、はい、そう、それを弾くと、嫌顔でもGm7 に行ったらかっこいい。そう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 。じゃあもう一回行こう。はい、D7 オルタード。そう、そして Gm7。そう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 。ね、これがもうジャズのアドリブのね、一番美味しいところですね。うん、じゃあ先生がここから、バッキング弾きますんで、スケール、ね、F のスケール。で、E フラットのスケール。でそして、ここで D のオルタードスケール使ってやってみましょう。いくね。3、はい。そう、いいね。はい、オルタード。そうそうそう。で、Gm7。そうそうそう。もう一回いこうか。3、はい。あ、ごめんなさい、ここからいきますね。Gm7、3、はい。そう、いいよ、そう。そう。で、D7 オルタード、そう。そうそう。で、Gm7、そう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 。そうそうな。で、これを、じゃあ、やってみようか。ね。じゃあこれダダ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 ダやってみようね。ここの Am7 のファート5からいきます。1、2、3、はい、そう、はい、スケール、 F スケール、 E フラットスケール、そうで、そうで、 D7 オルタードスケール、そう、そう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 ね。もう実際の演奏ではね、やってる時間がほとんどないんですけども、でもね、そういうスケールの一部の音をちょっと使うだけでピッとこうアジアが変わるよね。ただ単に、自分の耳だけでね、フィーリングだけでやってるよりもちょっとこういう風に理論を取り入れると、うまくいっちゃうということですね。じゃあ、そのスケール意識して、じゃあ今度はアドリブ
もう一回やってみましょうか。じゃあタラタタで、じゃあテーマはもうそのままちょっといきなりアドリブからやってみようね。はい、じゃあいくね。はい、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、カーレー、ハイ、はい、アドリブ、そう。はい、オルタド、そういね、そう。オルタド、そうそう、頭。最後1個だけね、今日のもう一つのわけ、ブルノートスケールっていうのがあるよね。でこれはもうね、T が G マイナーなんで、まあ大概のところでね、ブルノートスケール、 G のマイナーブルノートスケール、これも先週勉強しましたね、これ使ってみようか、ね、大概合うんですねこれもね、タラッタでしたことは、ね、先週勉強したオルタードスケールですね。それから普通のメジャースケールもね、いろんなところで使えるけども、ブルノートスケールも混ぜていくとちょっとブルージュな感じになっていいですよってことですね。じゃあ宿題は、まあ、こういうふうに、ね、各スケールを使ってでアドリブを しつつまた自分のちょっとねフィーリングも取り入れてね、ちょっと、あんまりその理論通りではない音も使ってもいいですね。混ぜるとちょうどいい感じになるかなとですね。はい、じゃあ今日のレッスンはこれでしていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、はい。